それが堤防の際だからちょっと難しいんです。よし、またこれ新しい港に来たんですけれども、どちらにしてもシャローなんですね。今潮が残っているうちにちょっとでも動こうということでどんどん動いてます。で、先ほどの港は、テドラのところですね。あそこはまあ後でまた戻ればいいだけのことで、とりあえずは新しく潮がある時にやれるところ、シャローですね、土シャローをちょっと専門に探していたいと思います。でここは砂なんですね。全部下砂です。で沖にちょっと下りがあるんですけれども、その下りまでの間をちょっと今 0.5 グラムの、先ほどやったストリームヘッドですね、それにタープルの飴色、これでちょっとやってみたいと思います。同じように表層からやります。折れば早いんで、折るか折らんかだけなん でこれもこっちこっちこっちとこう投げ分けます。潮があると言ってもすごい浅いもんですから、その浅い中をどう釣るか。で例語で探れる範囲を探ってしまうと、今度逆に重くしてちょっと沖の方エリアを広く探っています。でもいなければもうさっさと移動した方が早いんで、もうどん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 動いていくような形ですね。で皆さんこういつまでもここに縛られておるかもわからないと思って、ずっと見てやっておられるうちにどんどん潮位が下がってきてしまうので、そうするともう次行った時本当にいいポイントだったとしても潮がなくて釣りにならないということになるんで、もういないと思えばもうすぐに動いた方がいいです。で今これ 0.5 グラムの距離で反応しないんで、ちょっと重たくしてみます。シャローのゆえに探る範囲を広くしたいんですね。ワームも一緒で 0.8 グラムでちょっと距離を出します。要はもう探るところは一緒なんですね。ただ距離で違いがあるかもわからないので探ってるだけなんです。シャローの場合は往々にして距離で違いが出てくることがあるので、触らないですね。折ればもうすぐ触るはずなんで。入ってないな。もう今ピックアップしてるのは 0.5 の範囲は探ってるんで、 0.8 で届く範囲だけ探るというので、もう沖だけ探ってるだけです。いない。あそこがちょっと黒くなってるので、その向こう側をちょっと探ってますね。海藻が多分あれ生えとるんですね。その向こう側をいそうなんだけどな。ダメですね。いないですね。行きましょう。移動します。ここはもう外洋に面した港なんですけれども、そこから外洋ですね。で、この中に魚がこう入ってくるような形なんですけれども、ここは中に入ってきて最初のライトということで、ここに魚が止まることが多いんで、ちょっとこの辺から探ってみたいと思います。潮位はまだ結構あるんで、ここら辺はこっち側になると深くなるんですけど、深くなるといっても3メーター、4メーターぐらいなんですけども、この辺りをちょっと重点的に攻めてみたいと思います。で、ジグヘッドは一応 0.8 グラムから始めようと思います。0.8 グラムのストリームヘッドに、タープルの飴色ですね。今日ちょっと飴色パターンで通してみたいなと思います。ちょっとやってみますね。で、これで食わなければ軽くしていきます。じゃあ始めます。まず明かりの中から、もう上からですね、もう着水と同時ぐらいから始めます。表層に折るかやるかです。明かりの中を順番に探ってくるんですけども、いないですね。こっちは当たらない。で、先ほど来と同じように方向を変えて、折れば本当に早いんで、 0.8 グラムで表層を引ききれないんで、後でジグヘッドを軽くしていきます。外棒の場合も入ってる入ってないはもうすごく分かりやすいんで、でも入ってないところで長く、回遊してくる可能性もあるので何とも言えないんですけれども、粘ってやるよりは次から次動いてる方がスタイル的にも合うんじゃないかなと思うんですけど、真面目時は先端で結構釣れたりするんですけれども、昼間入ってきたりするんですけども、夜になると魚が変わるんで。
ザン豆の 0.5g にもう本当に渋いと想定してジュニアを使います。ジュニアと言いまして一番ちっちゃいワームですね。渋い時に使うワームですけども、ジュニアのこのアメフラシってやつですね。ちょっとこう紫ラメが入ってる分なんですけども、これが結構最近よく効くんで、こういう感じですね。本当に渋い時のパターンですね。いるけど口を使わないという時ですね。ちょっと試してみます。一回表層をずっと探ってみて、いなければゆっくり連中入れるような形していきます。 0.8g では探りきれてないレンジですね。本当の土表層を探るためにちょっと今0.3にしてもよかったんですけども、まあ、とりあえず 0.5g で探れる範囲を探ります。触ったぞめっちゃ小さない今触ったけどめっちゃ小さいね。本当の土表層なんですよ。土表層で当たったんですけど、多分これ 0.5 より 0.3 の方がいいような感じで、ちょっと 0.3g にします。本当にあの土表層ですね。いるのはちっちゃいやつかも分かんないけども、一回当たったんで、これは難しいな。ちょっと濁ってるのもあってソリッド系のワームですね。それに変更しました。こういう色です。 0.3mm です。で表層です。本当にあの表層に浮いてるやつを取ります。もう本当になんかちっちゃいやつが浮いてるんで、めっちゃ変なとこで跳ねてくれるから、表層におるんだろうけど、どうやって釣りゃいいんだよ。見ましたかね今漂ったやつを食い寄ったんですけどこんな感じですね。まあ今 0.3g でふわふわ漂いましたらそこで食ったんですけれども、まあ、ライズしてるやつは取れるんですけれどもね、こんな感じですね。もうなかなか苦労させてくれます。ザンマメのですね 0.3g にですね、ジュニアのダイダイですね、これでもう本当に水面下5センチぐらいのところずーっと漂したら、下からポッと上がってきて食ってくれました。こういう釣りですね今日は。表層をスーッとこう滑らすように流れに乗せて漂わしてると、下からフーッと浮いてきてポッと食い寄るんです。それが堤防の際だからちょっと難しいんです。よし。あ、外れた。めっちゃ勢い。めっちゃアジなんですけどね、シーバスじゃないんですけど、あれ見えるんで、サイトで釣ってるんで、こんなに暴れると思わんかった。